こんにちは。2017笑顔つなぐ愛媛国体愛媛大会笑顔を探せ主役はどこだスタートです。メディアクリエイターの増原明子です。さあ、そしてジャパリネットドラムス中岡良一です。今日もエミフル正木の中にありますエミ下からお届けしていきます。はい、中岡さん、ゴールデンウィークも大忙しでしたね。いや、ライブにレコーディングにね、ありがたいことにたくさんこう仕事があったわけですけど、最近ね、暖かくなってきたじゃないですか、心なしかちょっと痩せたんですよね。風が吹くようになってきて、ドラムの音もキレが3割増し、はい、あ、よかったじゃないですか。いいこと、いいことですよ、ね。冷え性のね、私増原としても、5月はようやくこたつから脱却できる季節ということで、暖かくなったのでちょっとお散歩したりとか体を動かしたいなという気分になっています。言うだけパターンですねただね、この時期って関東方面だったら運動会とかする学校もあるじゃないですか、そんだけやっぱ天気がいいってことなんですよ。そういうことですよね。で、あと高校生は総体の地区大会を終えて、県大会へ向けて大事な5月となりますよね。そうですよね。で、今年の愛媛県高校総体は6月2日から5日ですよね、はい、インターハイへ向けてみんな頑張ってほしいですよね。で、総体インターハイの暑い夏を乗り越えて、いよいよ愛媛国体、愛媛大会へ向けて実りの秋につながりますから、ね、楽しみですよね。あと、もちろん社会人の皆さんの活躍も期待したいっていう、ジャパリネット再結成後ね、僕たちのスタンス似てるんですよね。昼間お仕事しながらで空いた時間で練習をするって、これ簡単なことじゃないですよね。いや、そうだと思いますよ、本当に。でもやっぱりね、愛媛国体愛媛大会に出場するっていうのも本当に大変じゃないですか。そのね、レベルの維持ももちろん大変になってくるわけですよ、ね、プレッシャーも半端ないとは思うんですけれども、まあ、これから日々進化する必要もありますからね、みんな頑張っていただきたいと、根っこの部分、その競技が、ね、体を動かすことが好きであるという思いを持ってね、頑張っていただきたいと思います。そうですよね、はい、私たちもね、やっぱその選手の気持ちに沿いながら応援していきたいですよね。はい。さあ、そしてですね、全市町制覇までもう少しになってきました、この番組、はい、今回は内子町です。みきゃんとダークみきゃん、最後まで仲良くしたんでしょうかね、はい、それでは VTR どうぞ。さあ、内子伊賀崎インターチェンジから車でおよそ5分到着するのが道の駅内子フレッシュパークカナリです。今我々が立っているのは橋の上、非常にこれ珍しいですよ、道の駅では。で、ご紹介しましょう。ここの道の駅のマスコットキャラクター、カナリちゃんです、ね、ありがとう来てくれて。そしてミキアンにダーク、今から我々でここがどんな場所なのかご案内しましょう。さあ、パン工房に到着しました。入った瞬間にね、パンのいい香りがものすごいする。どれもこれも美味しそうなんですけど、特におすすめなのがね、じゃじゃん、こちら、カラリブレッド、お土産にどうでしょうか。さあ、内子ってね、豚も有名なんです。内子豚を使ったもろみ焼きバーガー、こちら美味しそう、いる？来るたんびに旬のもの変わるんでしょうね。ここでしか取れないものもたくさんこうあるわけですよ。お、蛇腹じゃん。皆さん、蛇腹って知ってます？最近アレルギーに効くとかって言われている注目の柑橘なんですね。ここあるんですね。さあ、ここではジェラードを食べることができるんです。全部ここで作ってるんですね。その時折の旬を使った食材がね、入っているジェラード、これもち麦です。おすすめです、おいしい。さあ、というわけで城の内公園特設ライフル射撃場にやってきました。競技会場についてお話を伺っていきます。
自己紹介お願いします。はい、内子町国大推進室の橋本と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。あの入った瞬間本当びっくりしたんですけど、綺麗だし広いですね。はい、今回ですね、国体開催に向けまして50メートル射場、10メートル射場、2カ所のライフル射撃場を新設いたしました。施設の特徴といたしましては、瞬時に得点や順位が表示される電子標的システムなどの最新のシステムを導入しておりまして、リアルタイムで観戦できる、施設として整備しております。最新の設備があるっていうことは、そのお客さんも選手もやっぱ嬉しいもんですよね。そうですね、観戦しやすいと思います。さあ、他にも内子町ではどういった国体競技が開催されますか。はい、このライフル射撃競技の他にですね、ゴルフ競技、青年男子が愛媛ゴルフクラブを会場に開催されます。また9月の上旬にはですね、観覧山フライトエリアを会場にデモンストレーションスポーツとしまして、パラグライディングを開催いたします。内容盛りだくさんですね。たくさんありますね。そうですね、はい、これだけでも楽しみだなと思うんですけどね。さあ、あの内子町といえば、その観光スポットというのはどういった場所がありますか。はい、内子町はですね、町並み保存に、昔から取り組んでおりまして、妖怪地豪華式の町並みというのは広く知られていると思います。そしてですね、毎年文楽の公演をしております木造芝居小屋内子座が、もうぜひ訪れてほしい観光スポットになっております。またですね、このライフル射撃競技を行われる小田地区はですね、小田宮山がございます。広大なブナ林を有しておりますので、そこら辺の散策もですね、ぜひ楽しんでいただけたらと思っております。なるほど。このライフル射撃が行われている時期っていうのは、ちょうどその小田宮山がいい時期じゃないですか。そうですね、散策するにはもってこいの時期だと思っております。ね、他にもお話の中でありましたように、帽子なんかをこう内子町さんとしては国体の取り組みとして作られているんですよね。そうですね、はい、27年度からですね、今年まで町内すべての小学校に入学される新1年生に対してですね、内子町オリジナルみきゃん通学校の特定を行っております。はいね、それをみんなかぶって学校に登校しているっていう、それをきっかけにまた小学生たちが遊びに来てくれたらいいですね。そうですね、はい、では橋本さん、最後に皆さんにメッセージをお願いします。はい、ライフル射撃はですね、一般的には少し馴染みのない競技かもしれませんが、ぜひこの競技会場にお越しいただいて、この競技の魅力をですね、生で感じていただけたらと思っております。はい、ぜひ皆さんもライフル射撃ご体感くださいね。というわけでお話は橋本さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ワイルドだろ。全然ワイルドじゃないし、なんかカラエリちゃんとみんなまったりしてたじゃないですか。ダークもミキャンも全然ワイルドじゃなかった。全然ワイルドじゃないですよ。まあまったりしてましたからね。もうね、ちょいちょいネタが古いからもう触れたくないのでもね、うち子は、自然あふれる観光スポットがたくさんありますよね。そうですね、で松山からもすぐ近くなんで行きやすいですよね。町並みもありますしね、で今回はうち子町城の台公園を取材させてもらったんですけど、うち子駅の近くにも内子運動公園っていうのがあるんですね。あ、知ってます。国体のね、特設プールを国体が終わった後移設するんですよね。そう、プール引っ越すってね、ワイルドだろ。いや、それはワイルドだと思いますよ本当にワイルドですよ ね、すごいことですよね、さてこの後は耳寄り情報、そして主役は僕だ、主役は私と続きます。皆さんこんにちは、笑顔つなぐ愛媛国体愛媛大会実行委員会事務局の谷本です。三好です。よろしくお願いします。谷本さん、今日は重大発表があるんですよね。そうなんです、愛媛国体愛媛大会の開会式閉会式の一般観覧の募集が始まりました。愛媛国体愛媛大会それぞれの開閉会式があるので、全部で4つの式典が あるんですよね。いつ開催されるんですか。愛媛国体の総合開会式が9月30日土曜日、総合閉会式が10月10日火曜日、愛媛大会の開会式が10月28日土曜日、閉会式が10月30日月曜日に開催されます。会場は県総合運動公園陸上競技場ニンジニアスタジアムです。やっぱり気になるのが出演者ですよね。どんな方が出演されるんですか。愛媛県出身者やゆかりつながりのある方にご出演いただく予定です。出演者はこちら、イメージソングを歌っている水木奈々さんをはじめ、たくさんの方が出演して会場を盛り上げてくれます。著名人以外にも郷土芸能など愛媛の魅力がいっぱい詰まったプログラムをたくさん用意しています。愛媛県で国体が開催されるのは64年ぶり。全国障害者スポーツ大会は愛媛県で初開催のビッグイベント、絶対に見逃せないですね。
一般観覧に応募するにはどんな方法があるんですか？はい、愛媛国体大会の公式ホームページの専用サイトで応募する方法と、専用の申し込み用紙を郵送する方法の2つがあります。ホームページからの応募は必要事項を入力するだけなので、とっても簡単でおすすめです。郵送で応募する場合、申し込み用紙はどこで受け取れるんですか？愛媛県の本庁や地方局、支局、県地方機関、市長の窓口などで手に入れることができます。申し込み期間はいつまでですか？6月30日金曜日まで申し込めるので、まだまだ間に合います。申し込みは1人ずつ申し込むんですか？1回の申し込みで一般席は4名まで、車椅子席、情報保障席は2名まで申し込めます。また申し込み多数の場合は抽選になります。ぜひご家族、ご友人、親戚の方を誘って一緒に応募してみてください。実行委員会からのお知らせでした。たくさんのご応募お待ちしております。株式会社富士卓球部の加藤義之です。兄弟がいまして、兄と姉がいるんですけども、兄弟が卓球やっていたので、それについていった感じで最初は卓球を始めました。一番は楽しいなっていうのが強くて、やっぱ楽しくないと続けてないなっていうのはあります。いや、初めはそんなに強くはなかったですね。僕は結構雑草魂というか底辺からだったんですけど、やっぱそこから強くなっていく自分も楽しかったです。やっぱラリーが続くことが卓球の魅力だと思っています。狭いコートの中で速いラリーだったり、台から離れて大きいラリーをするのっていうのはすごく魅力的だと思っています。僕の戦型はペンホルダーで、非常に今卓球界では少ない戦型なんですけども、そのペンホルダーの中で日本一になるっていうのはずっと心の中には思ってます。やっぱり地元国体ということで、たくさんの方が応援してくださったり、見に来てくださると思うので、その人たちの気持ちに応えれるように、一生懸命頑張って優勝を狙って頑張りたいと思います。主役は僕だ。応援よろしくお願いします。さて、5月27日28日は笑顔をつなぐ愛媛大会のリハーサル大会があるんですよね。そうなんですよ、愛媛県内で一斉に開催されますよ、うん、ね。じゃあ5月27日28日はその愛媛大会の雰囲気をみんなで体験できるってこと？そういうことなんです。出場される選手の皆さんはもちろん、大会運営をする競技団体、自治体の皆さん、ボランティアの皆さんにとっても本番の愛媛大会を想定した貴重な経験になると思いますよね。愛媛大会はたくさんのボランティアのお手伝いが必要不可欠ですよね。はい、応援に行きますので、番組をご覧の皆さんもぜひ一緒に応援しましょう。またね、一般観覧者の募集も始まっております。要チェックです。はい、さて次回配信は2週間後の5月23日を予定しております。愛媛国体愛媛大会ホームページや Facebook ページなどでお知らせしていきますので、そちらをぜひご確認ください。Facebook ページではロケの様子、収録の様子なども随時アップしていきますので、お楽しみに。 Facebook ページへのいいね、シェアもお願いいたします。また過去配信分は公式ホームページにある愛媛国体愛媛大会放送局のサイトで見ることもできます。そしてこの番組は愛媛県内の一部の CATV のチャンネル、そしてここエミフルマサキの中にありますモニター各所でもチェックしていただけますので、ぜひご覧ください。それではみきゃんと一緒にバイバーイ。